お疲れ様です。お疲れ様です。今日も何も聞かされてなくて、まあ、でもなんか前回もあるし、ちょっとこうこなれた気分でやってきました。今 JR 板橋駅に来てますけども、はい、はい、今日何ですか。今日はですね、はい、ちゃんと板橋の中で録画します。やった、板橋移動しないです。移動しない。最近はね、疲れてますね。動画出たり、動画のディレクターしたり、記事やったりっていう、こう頭がいろんなところにあって、結構こう余計疲れてますね。はい、あの疲れを癒しましょう。あ、ありがとうございます。最高。銭湯に行きましょう。銭湯、銭湯貸し切った。やりたかった、銭湯貸し切る。嬉しい。めっちゃ嬉しい。あれ、なんか嬉しいな、銭湯貸し切り。行きましょう。じゃあまず一つ目、はい、あ、そうですね、これ必要です。タオル昨日買ってきたんで、ありがとうございます。新品のタオルが一番いいんだけど。お湯に浮かべるアヒルたちですね、はい、あの貸し切りってことは僕以外誰もいないってことですよね。ってことは必要かも。浮かべないと寂しいから。じゃあ3つ目。あ、3つ目、はい、おトラスですね。え、ちょっと開けてみて。開けていいですか、はい、銭湯に。お、え、何これ。これはあのネッククーラーです。ネッククーラー。あ、ってことは銭湯に行ってこれをつけて涼しんでねっていうアイテムですね。はい、そういうことです。え、めっちゃいいじゃないですか。ということで、まあ、本日はあのトラスさんの提供で、はい、ちょっと前野くんの銭湯にうってつけのアイテムを。ありがとうございます。トラスのクーリファイサイバー、これを最高の状態で使えるってことですね。ということで、はい、銭湯に早速向かいましょう。行きましょう。僕、西東京も住んでるんですけど、雰囲気違いますね。板橋の銭湯は結構いいんじゃないかなって思ってます。銭湯巡り好きなんですけど、やっぱちょっと遠いんでなかなか来れないんですよね。まあ、銭湯巡り好きだ。好きっすよ。へ、1個地元の銭湯がなんかもう潰れちゃうって時にそこ行ったらなんか吉岡さんいてあれみたいな。着きました。うわー、めっちゃいい。この銭湯の看板好きなんだよな。めっちゃ良くないですか。滝の川稲荷湯。大正2年から東京都北区滝の川で営業。国の登録有形文化財。下町情緒あふれる町並みと昭和5年から続く風情ある建築が特徴で、映画テルマエロマエのロケ地にも採用されるなど、銭湯文化を色濃く残す銭湯として地元や都内外から多くのお客さんに愛されています。こんにちは。いや、めっちゃいいっすね。もうこの王道のシンメトリー入り口、はい、いいね。わあ、いい、いい。本当に本当に貸し切りなんだね。すごい。もうなんかザ王道で、でここに中庭池があるっていう。めっちゃ濃いいますね。めっちゃいいですね。だからここで座れるところもあるんで、ちょっと外気浴的なこともできるっていう感じですよね。いや、ちょっと良すぎないか。じゃあお風呂。あ、風呂行きますか。はい。はい。あ、いいですね。この富士山が。めっちゃいいっすね。
リセットのために生きてるんで、リラックスのために生きてるんで、なんか極力仕事のこととかを考えないしてます。だから今日ももう撮影ですけど、ちょっとリラックスしてね、あのネッククーラーつけて整えたいと思います。はい、ありがとうございます。いやー普通に入りましたね、銭湯。いや気持ちよかったですね。コーヒー牛乳飲んでいいっすよ。え、コーヒー牛乳、え、飲んでいいんすか。え、お金払っといて。じゃあいただきます。あれ、ちょっともう終わりっすか今日。あれ、逆になんか僕なんかまずいことしたのかな。ホンダイのトラスのウェアラブルエアコン気になってます。お、ちょっと普段はつけてから電源を つけるんですけど、ちょっとすぐ体験してほしいので、あらかじめちょっと電源つけてきました。え、もうなんかここら辺だけ涼しいっすよ、はい、じゃあ行きます。あーいい、あーいい、めっちゃ気持ちいい。あ、めっちゃあれですね、ひんやりするんですね。なんか風だけなのかなと思ったけど、全体がやっぱひんやりしてて、風も上下横の方にも感じて、首全体がめっちゃ冷たくなってる感じしますね。うわ今いいわ。どういう冷たさ。あ、なんか暑い日に扇風機当たるじゃないですか。でこの扇風機に近いところの冷たさがずっと続いてる感じ。あの風って首に直接当たるの難しいんです。でもこの形がこう首に沿う形になってるから、全体に行き渡ってこの冷たさが、首元冷たいでしょ。首元めっちゃ冷たいんですよ。首とか太い血管通ってるところ、ここを冷やすのがやっぱ肝っすよね。まあ汗結構かいていたので、はい、全然汗がこう生理についても全然問題ないでしょ。うん、熱々の状態で出てきましたけど、これつけたらそんなに汗も長引かなかった気がしますね。やっぱすぐ冷えてるんだと思います体。これ肌に当たるところに電気で冷却する素子が入ってて、冷たいもん。でもなんかこうキンキンっていう感じじゃなくて、本当になんかねちょうどいい、ずっとつけてられる感じの冷たさっすね。冷えピタの一番気持ちいいところらへん、最初めっちゃ冷たいじゃないですか。でこうちょっとこう落ちてきて、あ一番いいっていうところがくっついてる感じ。ずっと先まで気持ちいいですよ。だからここまで気持ちいいから、ここもう全部当たってる。ここめっちゃ冷たいっす。やっぱ基本的に一番冷たいのがここなんですよ、首の後ろ。ここが一番冷たくて、首に当たる部分、ここが全部冷たいっすね。そこなんかあのグラフェンっていう、はい、すごい熱伝導率がいい素材を、はい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 、その首に当たるところの素材に使っていて、うんうんうん、そうここが気持ちいいんですよ、冷たくなってて。風が出るモードと冷却モードと加熱モードがあるんですね。あ、確かにエアコンだから加熱モードもあるっていうことですね。このトラスのウェアラブルエアコン、はい、アプリがあるんですよ。アプリがある。ちょっとそれで遊んでみてください。ね、すごい。はい。え？風めっちゃ来る。風めっちゃ来る。何これ？やばい、めっちゃ風出てます。え、これはもう完全マックス。マックス。これ今冷却モードの強なんで、今これ冷却の素子が首をこう冷やしてくれる、プラスここの風がめっちゃ出てますね。あ、
あ、これで今冷却モードがオフになって室風モードになりました。あ、でも結構風きますね。室風モードもだけでも結構涼しめそう。首全体に風が来てる感じ。なんでだろう。すごい冷やされてる感ありますね。そこ上げてみてください。首の先っぽだけ、はい、風が出る。あ、でも結構このモードでもいいかも。風はここに太い血管あるじゃないですか。ここを冷やすって意味ではここからの風が一番ありがたいかなって思うんで。これ今首の裏だけですね。あー、でもこの冷却モードの冷却阻止、これ感じるやっぱ首の裏が一番当たってる面積が広いんで。室風と冷却はどういうふうに使い分けてる？こういうお風呂上がりの時は冷却モードにして、普段は室風モードでいいかもしれないですね。体の熱を排出するっていう目的だったら全然これで十分だと思うんで、普段外出するときとかちょっと散歩行くときとかはこれでいいんじゃないかな。室風モードでいいんじゃないかな。これ加熱モード試していいですか？あ、あったかくなるの早い。すごい。これはね、これでいいぞ。冷却とかの機能だけだと、まあ限られた期間にしか使えないけど、この加熱モードあることによって年がら年中使えるアイテムになるっていう。いや、これ結構家で使いたいかも。なんか肩こりとかに良さそうだ。めっちゃ、あ、加熱モードもいいかも。あ、だから加熱モードこれあれですね、結構あったかさ調整できるかも。よく小豆のやつありません？小豆をチンして首にかけるやつ、あれのこれもマックスじゃなくてちょうどいい時になった時の温度、わかります？だから暑すぎないですね。本当にちょうどいい温度。これちょうどいい温度探すのめっちゃ上手っすね、トラスさん。これみんなで試したのかな。これくらいがいいよねっつって試したんですかね。加熱と冷却の切り替えスピード結構尋常じゃなかったっすね。使ってる素子ってただ冷却するだけじゃなくて、うんうん、仕組みを逆にするとすぐそのあったかくもできる素子が同じ素子で、前の国的にはどれぐらいの設定が好み？首全体の冷却モードで数値でいうと60くらいですかね。結構80とか100とかはもうめっちゃ冷たいんですけど、ちょっと集中したい時には結構風が気になっちゃうかなっていうので、外とかだったらいいと思うんですけど、なんかこう作業するとかってなったら60くらいがいいのかなって思いますね。出風モードしますか？あー、でも出風モードは80ぐらい行きたいかな、もしくは100。加熱モードはこれね、男のマックスです。100。加熱モードはこれ100で、100で結構僕はちょうどいいかなって思います。暑いって感じじゃなくて、こうやってここにこう本当にあったかい手をこうやって置かれてるような安心感のある。寝る前につけたいね。あー、マジつけたいですね。オートはこの首の周囲の温度を検知して、それに対してどうやって自分は動くかっていうのを勝手に判断してるっていうことですよね。賢っ。例えばオートは満員電車、うん、はい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 、確かに。あとはタイマーがありますね。タイマー機能もありがたいかもしれないですね。アプリなんでこんな凝ってるんですか？やば。アプリしっかりしてるのはめっちゃいいです。バッテリーが6000mAh、 結構大容量ですね。で、だから最大使用時間が冷却モードの強ですかね、だとつけっぱなしで2時間、中だと 2.4 時間、弱モードだと 2.6 時間ということで、2時間はこの冷たさキープできるってことですね。風だけだと
最大 7.1。 おお、弱モードだと 15.5 時間。やば、一日中つけてられますね。風だけでも結構嬉しいかも。で、加熱モード、あったかいものだと強で 3.3 時間、中で 4.2 時間、弱で 4.5 時間って。寒い日でも結構いいですね。これ、この首にしか巻けないのが本当にもう。トラスさん、はい、どこに巻いてもいいですよって言ってたよ。言ってた。これこう、これこうすると。めっちゃ気持ちいいっすよ。運動した後とかにしたいかもしれないです。結構足が熱いなって時あるんだよな。太さ的には、首の太さ的に結構ここぴったり合います。これ 2個ないですか。ここに2個欲しいんだけど。この太ももにつけた状態で効くのもあれだけど、デザインどう？デザインいいんじゃないですか。ブラックで服装ね、問わない感じがいいと思います。うん、スタイリッシュですね。それこそネッククーラーっていう感じはしないですね。このファンの部分が表に見えてないからだと思います。で、 USB-C、 はい、電源ボタンとモード切り替えがある。電源ボタン、やば、ディスプレイについてめっちゃいい。で、これが今冷却の100なんで、これが表示されてるってことですかね。これじゃあ変えると、あ、室風の100になった。反対側、ついてるディスプレイ、あ、これバッテリーですかね。で、 Bluetooth つながってるよ。これもピッピッっていうサウンドが出ますよっていう。でもちょっとなんかちょっといい、絶対あった方がいい、これあった方がいいです。全然重さは感じないっすね。こういう家だったらね、ベランダみたいなところでこう、これはいいっすよ。あんまりこう風が来ないとこでも、この外気浴っぽいことがこれで疑似体験できるっていう感じですね。なんかそのウェアラブルエアコンっていうくらいだから、なんか結構重たくてずっとつけられるんかなって思ってましたけど、全然そんなことないですね。いいね、ガジェット好きの心を揺さぶってくる系のちゃんとした製品だし、これからどんどん日本暑くなっていくんで、普段やっぱ冷やせるものってなかなかないんで、こういったウェアラブルエアコンみたいなのも1個持っとくと、ね、外出の時とかもつけられますし、室内でも結構危ないんで、そういう時も室内で作業するっていう時も、まあ、つけてても全然いいんじゃないかなと思います。冷やすだけじゃなくて、やっぱ加熱モードあるんで、夜はちょっと首温めたいなみたいな、それも全然ありだと思いましたし、こうやってね、銭湯入って出てリラックスする時にウェアラブルエアコンこうやってつけてリラックスしてください。癒されるなぁ。体冷えた？体冷えましたね。銭湯入って、ね、コーヒー牛乳飲んで、ウェアラブルエアコンつけて、冷却モードでキンキンです。はい、ということで滝野川稲荷湯さんでトラスのクリファイサイバー試してきました。めちゃくちゃね、銭湯の上がりたての体にもちょうどいい製品だったなと思います。はい、これからの季節、暑くなってくると思うんで、満員電車とかそういう時でもいいんじゃないかなと思ってます。ということで、お値段 49,800円になってます。もし機会があったらぜひ試してみてください。銭湯ロケ最高でした。もう全部銭湯でやりたい。最高でした。ありがとうございます。休まりました。リラックスできました。はい、頑張ります。仕事中これつけたいですね、ちょっと。ってことで、ギズモード前野でした。